メジャーリーグの球審、ボール袋、顔面保護用のマスクを装備している。野球において審判員、またはアンパイアは試合の進行と判定を行うものである。MLB の審判はアマチュアゲームを皮切りにマイナーリーグの審判を経験し、一握りのものだけがメジャーリーグの審判を務めることができる。日本プロ野球では1950年の2リーグ分裂後、 セントラル野球連盟、太平洋野球連盟それぞれで審判員を採用していたが、2011年より各リーグの審判業務を統合し、日本野球機構審判部の審判委員として活動することになった。審判団の責任者を責任審判員という、少年野球では、球審が審判の責任者を兼務していることが多い。ただし日本プロ野球の場合は、 休心イコール責任審判員とは必ずしも限らない。休心休心は通常は保守の広報に配置されるが単独審判制で審判を行う場合には状況に応じて当主の広報に位置することもある。試合を司る重要な役割を担い、その任務は投球の判定や打者に対する判定、競技の進行に関わる宣告など多岐にわたる。 特に投球の判定は、1試合につき200球から400球ほどに、及び膨大な集中力と持久力が要求される。また、投球やファウルボールが、球身の体に当たることも珍しくなく、他の審判員と異なり、怪我防止のために防具を装備する必要がある。球身には、アンパイアーインチーフの子が当てられているが、主審と混同してはならない点に注意が必要である。 野球において、主審とは、その試合における、責任審判員であり、球審が責任審判員であるとは限らない。しばしば、日本では球審を指して、主審と呼ぶこともあるが、誤りである。以前は、新聞報道、実況放送、場内アナウンス等でも、主審と呼んでいたが、現在は前述の指摘に倣って、球審と改められることが多い。しかし、 2019年現在も根強く使用される故障でもある。スコアボードでは CH、P、PL、あるいは単に Q と表記される。累進累進は複数審判制で審判を行う場合に内野に配置される審判員のことを言う。日本のプロ野球で最も一般的である4人審判制では累進は通常1類、2類、3類の 各類付近に位置する。三人審判制、二人審判制では、類審の数がそれぞれ二人一人となり、球審とともに、走者や打球の状況によってそれぞれフォーメーションを対応させながら、判定を行う。六人審判制では、類審に加えて外野にも審判員が配置されるが、そうでない場合は、外野に飛んだ打球についても、判定の責任を持つ。 一類や三類に類心が立つ場合は、原則としてファウルラインをまたがず、ファウルライン際のファウルグラウンドに立つ。これは、万が一飛球が類心に当たった場合に迷わずファウルボールと判定できるためである。二類類心が内野内に位置する場合は、選手のプレーの妨げにならないよう注意しながら、腰を落とした低い姿勢で身構える。しかし備えてはいても、 予想しなかったバウンドをした打球や周りが見えていない、選手と接触するハプニングが発生する。内野内にいる二類類心に打球が当たった場合は、打者に一類が与えられる。外心外心は、六人審判制の時に外野に配置される審判員のことを言う。外野審判とも呼ばれる。以前は先進、またはラインアンパイアーと呼ばれていたが、 外野の広範囲における打球の判定を行うことから、現在ではこの名称で呼ばれている。ライト側とレフト側に各1名が配置され、通常はファウルラインをまたぐ形で立っている。英語での呼称はそれぞれライトフィールドアンパイアー、レフトフィールドアンパイアーである。日本プロ野球ではセリーグが1990年から、パリーグでは1996年から公式戦。 オープン戦において、外芯を廃止し、4人審判制で試合を行っている。4人審判制では1塁、3塁類審が、外芯の役割を兼ねるが、類審の位置から外野フェンスまでは距離があり、両翼、ポールキーワーに飛んだ打球の判定で、しばしば判定抗議による試合中断などが起きたため、日本プロ野球では2010年シーズンから本塁だの、 判定に限りビデオ判定制度が導入された。現在、日本プロ野球が、外心を置くケースは、日本シリーズクライマックスシリーズ及び、オールスターゲームのみ。公式戦、オープン戦で6人審判制が採用されていた、時代の外心は、外野フェンス際が定位置であったが、現在は、左翼側の場合、レフトポールと三塁との中間で、内側へ、約1.5メートル入った。 地点、右翼側の場合、ライトポールと一塁類との中間で、約1.5メートル内側へ入った地点が定位置となっている。公認野球規則4 1 9中、の定めに基づき、日本のアマチュア野球では、低素試合が認められていない。そのため日本のアマチュア野球における公式試合では、試合担当審判員が、規則適用を誤った場合、それによって起こる抗議や紛争を即時、 解決できるような規定を定め、これに基づいて控え審判員の制度を設けていることが多い。控え審判員は試合を担当する審判員が規則適用に関する明らかな間違いを犯している場合には、誤った規則を適用されたチームの抗議の有無に関係なく、その誤りを訂正させることができる。例えば、アウトカウントやボールカウントを常に確認し、 カウントの間違いがあれば訂正させることができる。また、試合を担当する審判員が裁定に苦しむときは、控え審判員と協議することができる上に、試合担当審判員は控え審判員に、その裁定を仰ぐこともできる。日本プロ野球にも控え審判員は置かれているが、プロの場合は、試合担当審判員の休病や事故などのときに緊急出場するために置かれており、 目的が異なる。野球の審判員は、球審、類審、外審の区別なく、タイム、ボーク、インフィールドフライ、反則投球などによるボールの応勤の宣告、その他、ルールの適切な適用を行う権限が同等に与えられており、これを遂行する任務がある。さらに球審には、以下のような任務がある。類審は主に類における判定や走者に関する、 判定を行うが、試合の状況によっては、定位置に当たる、類以外でも判定を行う場合がある。また、一類、または三類に位置する類心にあっては、ハーフスイングの時に、球審から要求があった場合の、スイングの判定も重要な役割となる。飛球を補給できたか否かや、打球のファウルボール、フェアボールの判定、スタンドに入ったボールが本類だか否かなどの判定に、 については、内野を越えるまでは原則として球審が、類を越えていく打球については原則として塁審が判定を行う。さらに、外審が配置されている場合は、類審の頭上を越えて外野に飛んでいく打球について、外審が判定を行う。公認野球規則あるいはオフィシャルベースボールルールズでは、審判員が宣告しなくてはならない項目が定められているが、 そのジェスチャーは定められていない。統括団体によってはその団体主催の試合に限定してジェスチャーを規定している場合もある。審判が6人いる場合は判定担当地域がほぼ決まっているが、4人以下の場合は状況によって変わる。例、4人制で走者なし、センター後方への引きの場合球審、3類へ向かう。1類類審、打者走者の1類ブレ類を確認後 必要があれば、本類へ向かう。二類類進、打球王手外野へ向かう。三類類進、二類へ向かう。稀に分担がうまくいかず二人の審判が別々の裁定を行ってしまうことも見られる。アメリカメジャーリーグのレギュラーシーズンにおいては4人制が採用されており、オールスターゲームとプレイオフ、ワールドシリーズにおいてのみ6人制となっている。マイナーリーグでは、 基本的に4人制が取られることはなく、3A は3人制、2A、1A 及びアマチュアは2人制となっている。前日の通り、日本では、プロアマとも4人制が基本である。ただし、オールスターゲーム、日本シリーズ、及び各リーグのプレイオフでは、外野審判を配置し6人制とすることとなっている。かつては、セントラルリーグが1989年まで、 パシフィックリーグが1995年まで、それぞれ公式戦全試合で、外野審判を置いていた。プロ野球の2軍は3人制が取られる。社会人の公式野球においては、都市対抗野球本戦と、日本選手権本戦で2004年まで全、試合外進が配置されていたが、2005年より、廃止された。アマチュアでは3人制や2人制を敷いているところもある。日没や、 ノームなどの理由で視界が悪くなってきた場合、試合途中から6人審判制に切り替える場合もある。単独審判制の場合、審判員は球審のみである。球審は判定を行うにあたって最適な位置を占める。基本的には無双者の場合は、本類後方、双者がある場合には、投手の後方に立つ。本類上に球審を配置するほか、類審を1名配置する。 累進は無奏者の場合は一類におけるプレーを判定する。奏者がある場合には、投手の後方に立ち、球心とともに各類の判定を行い、打球、送球の状況に応じて、フォーメーションを対応させる。本類上に球心を、一類と三類に累進を配置する。フォーメーションは原則として以下の通りであるが、奏者や打球、送球の状況に応じて対応させる。 本類上に球、球審、一類、二類、三類の各類に類審を配置する。類審は、走者の位置、打球、送球の状況に応じて、フォーメーションを対応させる。二類類審は、一類、二類に走者がいない場合は、一二類の延長線上に、一類、または二類、あるいは両方に走者がいる場合は、二類から約5メートル、離れた、内野内に立つ。 ただし三塁に走者がいて、内野手が内野内に近い場所で守る場合は外野に立つ。六人審判制の場合は累進に加えて、左翼、右翼のファウルライン際に、外審を配置する。外審が立つ定位置は、1990年代までは、レフト側、ライト側にそれぞれ設置されているポールの真下であった。これは、 観客席から打球が跳ね返りやすい構造の球場が多いため、打球が跳ね返った時に、フェアゾーンのスタンドか、ファウルゾーンのスタンドか、どこに当たって跳ね返ったのかを見極めるためとされてきた。2000年代からは、観客席から打球の跳ね返りが少ない球場が増えてきたため、左翼側の場合は、レフトポールと三塁との中間地点で内側へ、約1.5メートル入った地点、 右翼側の場合春、ライトポールと一塁との中間地点で、約1.5メートル内側へ入った地点とされている。1.5メートル内側へ入る理由は、外心の立つ位置から、球心、保守、打者、投手の動作を完全に見るためである。2014年7月26日に三条市民球場で、行われた2軍ウェスタンリーグの半身体、中日戦では特殊な事例が発生した。 この日の山上市内の気温は、試合開始前にすでに37度を記録しており、試合中に熱中症の症状を訴えて一塁塁心、今岡良平が同じく熱中症を訴えた、阪神、小形良介と共に途中退場。この試合は三人審判制で、予備の審判がいなかったため、三塁塁心の須山、助田が一塁塁心も掛け持ちすることになり、試合中に、 審判の人数が変動する特殊な事態となった。なお、この試合は、半身が6-0で中日を下している。スロットスタンスで構える球審、マーク・ウェグナーシザーススタンスで構える、球審インサイドプロテクターを使用する際は、以下小説する、スロットスタンス、ボックススタンス、シザーススタンス、ニースタンスの4つの構え方のいずれかを採用する。 人それぞれ体型や身長が違うので、どの構えが見やすいかは個人によって差があるが、いずれの構えも体の中心は、本類の打者側の円に位置するのが基本である。アウトサイドプロテクターを使用する際は、両肩にかけた状態で、体の中心をホームプレート真ん中に合わせ、両足を開き自然体で構える。左右打者を問わず、また保守が左右いずれかに寄ろうと関係なく、 アウトサイドでの球審は常にホームプレート真ん中で構える。次に投手がモーションを起こすと同時に両足を平行に、肩幅より広めに開き、プロテクターのくぼみ部を下顎にぴったりとくっつけ、腰と膝を曲げて、やや前傾姿勢で構える。この時、プロテクターはインジケーターを持った左手のみで支え、右手は軽く、左手に添える。 また、構えた時にプロテクターをあまり前に突き出さず、心持ち少し前に出す程度にする。アウトサイドプロテクターを用いた場合でも、インサイドプロクターを用いた場合でも、構えたらその位置から投球を目だけで追い、投球の方向へ顔や体を動かしてはいけない。アウトサイドプロテクターでは、マスクは左手で外すか、右手で外して、左脇に抱えるか、左手に持ち替える。 この場合、セーフと判定するときは片腕でも良い。インサイドプロテクターではマスクを左手で外す。右手はアウトセーフの判定を示すための手であるので、その右手をいつでも瞬時に使えるようにするのが目的である。その際、左手でマスクの左隅部分を持って正面を向いたまま外す。右腕をベルトから抜く。左脇を開け、右手の手のひらを プロテクターの右角に当て、そのまま押し上げ、背中に背負う。押し上げる間がなければ、左脇に挟んでも良いし、左肘にかけている状態でも良い。いずれの場合も、プレーの判定に支障が出ないように気をつけなければ、ならない。背中に上げたら、左脇を締めて、プロテクターが下がってこないよう支える。なお、プロ野球において、試合中常にプロテクターを背負っていた。 審判員は山本文を藤本天進む福井博士がいる。本類を履く審判インジケーター野球の審判員を行う際には審判服、審判棒を着用しカウントを数えるインジケーター類を履くブラシ審判靴各野球連盟などが主催する試合ではその連盟を表すマークなどが必要である。球審ではこれに加えマスク型、鎖骨、胸、 腹までをガードするチェストプロテクター。アマチュア野球ではアウトサイドプロテクターが主だったが、フォーメーション変更に伴い1999年頃からインサイドプロテクターが主流となっている球所を保護するカップ湿下のレガースボール袋、審判靴。球審が履く審判靴は靴の先端が安全靴のように硬い仕様になっているもの審判棒。球審はマスクをつけ、 とっさの時には素早く、これを外さなければならないので、累心に比べつばが短いものを着用する。ただし、マスク一体型のものであれば、審判棒の着棒はしなくてよいなどが必要となる。ただし、野球のレベル、公式、軟式の違いなどによって、この中から省くものもある。一般に、スポーツの審判員は、同じ服装で試合に臨むのが原則である。 しかし野球では、球芯だけが違う審判服を着ていることもある。これは、球芯がインサイドプロテクターを装着することにより、累審と暑さ、寒さの感じ方が変わる上に、個人によって暑がり、寒がりもいるため、気候やその日の天候、個人のコンディション等を散策し、球芯は最も審判しやすい服装で臨んで、良いという申し合わせがなされているからである。 例えば、類心はブルゾンであるのに対して球心は半袖シャツか、ブレザー。類心は黒色シャツであるのに対して球心は水色シャツ。類心は長袖シャツだが球心は半袖シャツなどの服装の違いが見られることもある。ありがとうございます。